こんばんは。こんばんは。はい。STU48 タケノユミコの卒業コンサート会場をメッセージ T シャツで埋め尽くしたい生配信始まりました。イエーイ。今日はなんとショールームさんのスタジオからお届けしてます。すごい。嬉しいよ。嬉しい。初めて来ました。本物。ということで早速今日の出演メンバーの自己紹介をしていきたいと思います、はい、では思います。はい、STU48の岩田ひなです。よろしくお願いします。はい、今日は見てくださった皆様に T シャツをゲットしていただきたい石田みなみです。司会の石田みなみです。お願いします。はい、今日はジャパネット噛んじゃった。兵藤葵です。よろしくお願いします。ジャパネット兵藤。もうダメだ。で大丈夫、伝わった伝わった。はい、はい、今日の配信は、11月3日に迫った竹野由美子卒業コンサートの会場をメッセージ T シャツで埋めるための配信でございます。はい、私たち3人がとあるルールに従ってあるゲームを行い、一番貢献したメンバーには本人デザインのメッセージ T シャツ全色ってことは3色プレゼントしたいと思います。欲しい、欲しいです。はい、今たまたまショールームを見て STU48 を知ったよという方もね、初見マークとかあるのでいると思いますので、うん、まずは簡単にグループの紹介をひなちゃんお願いします。はい、STU48 は瀬戸内7期を拠点に活動する国内48グループ6番目の広域グループです。うん、よくご質問いただく STU とはアルファベット の瀬戸内の頭文字を取っております。うん、はい、あ、すいません。現在は1期生、2期生、ドラフト3期生、2.5 期研究生、3期研究生の面々で活動しています。はい、よくできました。はい、それでは早速ゲームを始める前に、今回のメッセージ T シャツについても簡単にご紹介します。今日はそれぞれ色の違う T シャツを着ているのですが、はい、商品のラインナップをショールームの見ている皆さんに紹介したいと思います。では葵ちゃんお願いします。はい、全3色展開になっています。うんうんうん、前面は全てコンサートのロゴになっているのですけど、はい、うんうん、どの色も、ね、かわいいでしょ。ユミリンって感じで可愛いですよね。うん、はい、まずはこちらのロゴのみの T シャツの販売と、うん、さらに、はい、そして滝野由美子メッセージ T シャツ、こちらはユミリンからファンの皆様へのメッセージが書かれています。うん、なんかシンプルだけど意味合いが深いですよね。うんうんうん、そして最後がメンバー括弧1期生のメッセージ T シャツとなってあります。はい、こちらは同期である1期生のメンバーがユミリンとのツーショット写真とメッセージをしたためたメッセージ T シャツとなります。うんうん、今私たちが着ているこれがまさにその T シャツなんですけど、うん、ユミリンと苦楽を共にした私たち1期生メンバーがそれぞれ思い出深い写真をセレクトした限定デザインを作成しました。ありがとうね、撮ってくれて。ちなみにこれが私石田みなみのデザインで、はい、今着ているホワイトとライトブルー、はい、ジャパンブルーがありまして、こんな感じにプリントされています。そして私がね、私の写真がこういう風に見えますか？ユミコにシワがいかないように。ユミコにシワがいい感じ。あ、ユミコ近くじゃない、ね、こんな感じ撮っていまして、はい、この写真をなんで後ろ向きだからこの写真を選んだ理由は今年の夏の写真なんですけどうん、うん、7年間一緒に過ごしてきてユミコと最後に過ごす夏だなと思って、うん、一番いい写真を選んできたのと、多分こっちかこっちに、こっち、こっちが、うん、猫ちゃんとユミコの愛犬のあんこちゃんがあんこちゃんがいると思います。かわいい、はい、というデザインとなっています。私はいい、ありがとうございます。はい、じゃあ次はひな、はい、私のデザインはですね、こんな感じになってあります。おプリクラみたい。そうだね、自分でデザインしたのこれ。あ、そうです、このデザインは自分で描いた。ユミコがユミコがユミコがこの、 デザインは2人は弓ひなって書いてあるんですけど、うん、
この2人はユミヒナっていうのを某アニメをね、あーそういうことね、某アニメのやつを、ね、あのユミリンとの一番最初のグラビア撮影2人でやった時にこれをドンって書いてくださってて、そう、公式なんだ、ユミヒナって書いてくださってて、エモい、それからなんかずっと覚えてたので、それその言葉をなのでドンという感じで、素敵、はい、ちょっともうアニメっぽくね、デザインしてみましたので、いいね、なんかデザインもあるのが、うん、かわいい、かわいい、ありがとうね。じゃあ次はあおいちゃん。はい、私はもういやこれいいよね、うん、もう一番いいぞ、これはめっちゃいい、何もしなくていい確かに、あおいちゃん綺麗だな2017年、うん、おえー、多分岡山未来ホールでの最初のライブか、初ライブの時の写真、うん、うんうん、めっちゃういういしい、いやういういしすぎる、ね、もうね、だから何歳これ、これな、ね、確かに16、わー、16歳、赤ちゃん、おちゃない、赤ちゃん、おいたん、赤ちゃん、しなんで、あの私が描いてた柴犬、うん、あのあんこちゃんと、そう、あんこ、クオリティの差が見える、めっちゃ上手、上手ぜひあの私のやつと見比べてみてくださいゲットして見比べてみてくださいはい、ということでね、こんな風に思い出ひたひたのメモリアル T シャツで11月3日はぜひ会場を埋め尽くしたいということで、はい、ここからはゲームをしつつ皆さんに T シャツをもっともっとゲットしてほしいなと思います、はい、そして、今回の T シャツは特に気合が入っておりまして、うん、特設ページから購入ができるんですけど、はい、ご覧になられましたか？はい、まだだよっていう方はぜひ説明欄の URL からご確認ください、うん、お願いします。そしてそこには当然グッズ購入のボタンがあるんですけど、横にあまり見慣れないボタンがあるのは気づいていましたか？うん、もちろん気づいてたかなどうだろ う, そう、これは X 応援ポスト、うん、まあ、旧ツイッターですね、 X 応援ポストというボタンなんですけど、それぞれのメンバーごとに応援メッセージを投稿できる画面が開くようになっています。ですがこの投稿実は全角で15文字ほどまだ余白があり、文章を追加できるスペースが残っているんです、はい、今回はその余白を使ってひなとあおいちゃんと私の3人で15文字で皆様にゲットしてほしいっていう熱い思いを届けれるような投稿をたくさんしていこうと思います。ルールは以下の通り、1、制限時間は15分間、2、使用するのは自分のアカウント、3、投稿は何回しても大丈夫ですが、最終結果として計測するのは一番数の多かった投稿のいいね数のみ、4、ゲーム終了のタイミングでスタッフが測定します、うん、5、全角15文字の枠はどのように使っても大丈夫、画像のテンポもカットしますが、もともと入っている文章の改変や削除はできません、うん、皆様準備 OK ですか？はい、了解です。大事ですよ、私たち今日 STU 代表できてますよ、はい、かかってますよ私たちにドキドキします。ゆみこに怒られるか褒められるかここでかかっています。明日会うよね、明日会うよ、褒めてもらおういっぱい、ね、ということで皆さん自分のスマホを出して、はい、はい、出しました。リアルスマホ、なんか恥ずかしい、恥ずかしい、センシティブセンシティブあんま見せたことないから、ないよないよ ね、 ね、では OK ですね、はい、ではここからカウントスタート。いやもういいですよね、いきなりもう行っちゃっていいんですよね、15分間ありますからね、うん、だからいいね、だって一番いいね数を買ったら全職もらえるんでしょ、うんうん、そうだよ、もらえないってことじゃ何もえ、これは今着てるやつは回収、回収なんだよこれじゃあもう取りに行かなきゃ、確かに、ね、気に入ってるから ね、 ね、ちょっとこれだけもらえるのかなって、ね、こっそり思ってた、どうしよう、15文字だから本当に、うん、簡潔に思いが届かなければ意味がないということ、うんうん、ね、ちょっと待って、私今自分の応援ポスト、どうしよう、いきますよ、みんなね、皆さんコメント欄でなんか一発目にファンの皆さんを頼らないでください、一発目は自分で言ってください、教えてください、二発目からじゃあどうしようかな、私もう簡潔にしてますね、私やるわ、いや私も決めました、私もなんか変な感じ、このね公式の場でこのツイッターを打つというのがぜひフォローしてください、確かにお願いしますじゃあ行きますよ、私
せーの、ペッと見て見て、いいねして。2つ端末がないと見れないってことですよね。でもそんなポンポンやってても、うん、結局いいね数が一番多いのだから分散しちゃいけないのよ、うん、あんまりやりすぎて。じゃあ私もポストンいいねしてよし、ポスト送信されました。ぜひいいねしてください。いいねしてお願いします。え、二人の見たいんだけど。 X 見て。しなちゃんの見ます。しました。いいねしてよ。うわー、ひなちゃんずるいひなちゃんずるい。じゃあ私がでもこう言葉で言ってても仕方ないので、私はあの一番最初に私が投稿したんですけど、はい、私はもうザ・シンプルに、うん、お揃いにしてみーひんっていうあの自分のキャッチフレーズにかけて、うん、皆様に訴えかけています、うん、シンプルでしょ、一番届くでしょ、ね、でもずるかった。ずるになんてそんなずるくないですけどまあ今回ね、うん、あのゆみひなって書かせていただいてるので、うん、ゆみひな好きなそっていう風に、そんな好きなそいいねいただきました。好きなそのいいね欲しくて、好きなそで、ね、好きなそしてください。やられたやられた。え、私はお願いします。会場をゆみり色にしよう、しば柴犬青いハート。あ、絵文字ね。そう、うわすごい。1、2、3、ゆみこの14文字。え、ギリだね。ギリギリやん。でもちゃんとゆみこらしい絵文字を、うん、これ今でどうなんだろう。あんまり、え、みんな、うえー、見て、みんな、みんなにが、私が今86いいねで、ひなさんが87、1いいね頑張れ。好きなさん、いいねお願いします。全職欲しい欲しいね、全職。本当に私は知ってるんです。ね、あの長年 X をしてきて、うん、どうやったらいいねがつくか、うん、写真をつけることなので私が今からここで写真を撮りますうわずるいずるそれはずるだずる。だからもうこっからはどういう写真を撮るプロデュースになってくる、うん、確かにな私は知っている。え、なんかすごいね、不思議、公式でこう自撮りを撮られる大丈夫かな、対抗して写真撮ろうかな、うん、え、どうしようかな。じゃあスタッフさん撮ってもらおうかな。え、ずるい、たどりの方がいいのに絶対え、お願いします。ちょっと背中をあの協力プレイしません。あ、いいですよあの背中撮ってもらおうかなって思ったり。じゃあこちらも協力していただけますよね。もちろんでございます。契約のお願いします。どうもどうもこっち、あ、おいちゃん映るかないいかな、映ってる、うん、映ってるよ。あおいちゃんもちらっと映ってます。かわいい。青い表もいただき。で、まもなく5分。なんか若干、若干、若干ユミリンが。あ、オッケーオッケー。ユミリンがこっち右側におる。こうでいい？うんうん。あ、じゃあ青いじゃあそこにいて。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。よし。はい、イサちゃんのやりましょうか。あ、じゃあいいよね、先に投稿して。オッケー。じゃあ先にしようかな。ひなちゃんはね、ひな、あのね。難しいね。お、いい感じ。パシャ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 。あ、もうね、二人とも顔がクシャーって。パシャ。ありがとう。はい。投稿を。え、やばい、やばい。まだしてない。待って、結構焦ってきた。焦ってきた、焦ってきた。これも写真対決ができた。写真対決すぎるの。え、待って。言葉が15文字。え、私決めた。え、やった。ええー、またゆきって。はい。今の中間石田みなみ142いいね。岩田ひな138いいね。京都さん112。でもここからですよ。この写真ですよ今から。もう皆さんいいねしてください。いいねしてくださいね。いいねってね。欲しいんで。これと、ああ消しちゃった消しちゃった消しちゃった。焦る焦る、ドキドキしてくるね。え、このね、抜けに映ってる葵ちゃんが可愛いから。お、え、何使われる。え、もちろん使えるものは使っていきます。ああ葵ちゃんも使われるんだ。私はあの手があるので。どの手だよ、どの手だよ
どんな手を使うんだ。え、これやばい、あと何分ですか。大丈夫かな。こんな一生懸命 SNS やるとか恥ずかしいんだ。そうね。私もこれ写真プラス今からずるい言葉を。7分経過たった。ちょっと待って、ちょっと待ってくださいね。ちょっと待って、配信されてると思えないぐらいガチガチ。あ、やばい、マイナス1足り、あれ文字が多い、どうしよう。あれ写真が消えた。うん、はい、石波波2つ目いきます。パン、え、待ってえ、これ写真が消える。どうだどうだ、いいねして、いいねして、いいね、いいな、ハートみんながもう携帯してるから、独占場独占場独占場。よし、ポストした。あいいねして、いいねしてね、いいねして、いいねして、お願い、もうすぐ今投稿されたやつすぐいいねして丁寧なんだね、葵ちゃん。待って待って待って、約束、今見てるみんな、頑張れ頑張れ、みんな頑張れ、絶対にしてすごい企画ですな今のやつ、そう、前のやつもいいんでしといて。あ、入ってきたよし、あおちゃんと今しました。あじゃあ写真と一言載せてますよね。はい、で何の最後、これが最後の投稿になると思うので、はい、最後の投稿が写真プラス何の言葉だったかっていうずつで、私は、はい、もうみんなが絶対ゲットするって言ってくれるんじゃないかなと思う言葉です。うん、なんだ、見つけたらレスするね。ああずるだそれは別にね、聞かなくてもレスするしますけど、そうやっぱり嬉しい、ね、嬉しいんだよ、うん、見つけて自分がね背中に掲げてくれる人がいるっていうのは嬉しいので、うん、確かに。と写真を2枚、うんうん、載せてます。いいね、お待ちしてます。じゃあひなちゃん写真ないのって。あら、え、うそ、ひなちゃんちょっと待って、やらかし、やらかし、やらかし、そんなことあるのこれは大ミスですよ、ボンミス。え、あ、ほんとだほんとだ、ひなちゃん写真ない、なくなっとるんやけど、なんでえ、ちょっとやらかし、やらかし、やらかし、これは勝ったぞ、勝ったかも、ほんとになんでそうだよ、そう、私は、うん、あの私の後ろ姿の写真とここ3人の写真も載せました。すごい、3人の写真だった。そう、さっき始まる前に撮ってて、それはずるいな。ひなちゃんの写真さ、清い心じゃないと見えないやつだと思ってどういうこと、おかしいな、ちゃんと2枚選択したのに。いやいやいやもうひなちゃん時間危ないですよ、やばいやばい、もう集計されますよ。これタイムオーバーだったらゼロですから、ね、やだー泣いちゃう、泣いちゃう、頑張って、まだ間に合うよ、まだ いいです。え、あ、ひなちゃん2回目やってないからえ、多い、一番、そう、2番目の投稿は今おいちゃんが多いから、そのやつが時間経って伸びていけば、じゃあ3人の写真がタグ付けましたし、あ、偉い偉い偉すぎる、偉いよ、ね、ちゃんと、あと5分、ちゃんと阻止されたかな、みんな見て、みんないいねして、みんないいねしてお願い自分でいいねしていいかな自分で、あ、できるのか、自分 で, で、え、自分でもいいですよ、自分でもいいねしとこう1個やっとこう1つ稼ぐ、一つ自分大事ですよ ね一つのいいねが大事、うん、皆様の一人一人のお力がね、SD は大事なので、みんな見えてる写真大丈夫、あ、ひなちゃん大丈夫、あ、ありがとうもう今すぐいいねしてください、私はもう私も今すぐいいね、ずっと遅れを取りすぎてるので、あのいいねして拡散してほしいぞっていう言葉を使いました5分でね、どれだけ拡散できるかもうそのままリポストしました、リポスト、私もリポストリポストずるいリポスト、あの私たち今私たち3人が公式の X、うん、旧 Twitter の方で、うん、
あのいいね対決で投稿を2つしてるので、ぜひどちらも私たち3人いいねしてくれると、今来た方はぜひお願いします、うん、お願いします。たくさんもお願いします。いいねが多かった人が、皆様には正直何もないんですけど、うん、いやあるかもしれない、ね、あるかもしれない、もしかしたら、うん、私たちがプレゼントをもらえる、うん、あと3分、でももうね、多分3つ目はやらない方がいい気がする、分散する気がする、ね、うん、そうだね、ガチだね、ガチガチ、嫌だね、こんな色お願い。お、あいつのポスト、みなみさま、ひなさま、可愛く映ってました、ね、でも仲間だから、うん、2人のもいいねする。おさすが、そうね、やっぱ仲間だし、ね、仲間だから、うん、なんだかんだ言ってね、仲良しだから、うん、そうだ、一気の絆、そう一気の絆、いいね、いいね、その一気といえばね、ね、あ、うん、そうなんですよ、そうですよ、そう、知ってますかね、知ってますか、先ほどね、一期生曲が10枚目のシングルで収録されることが発表されました。雨とか涙とか、そう、もう7年目にして一期曲としていただけるのは初めてなので、うん、7年目、いや、もう大好き瀬戸内7件ってこと、あ、そうかもしれない、そうかもですね、だから7年待ってたのかもしれない、そうだと思いますいつものうちらすぎるんだよでも祈るのみ祈るのみ、一期曲、え、もう時間ですか、え、何してね、ちょっともうあと 1.5 分待って、なんだそれ、初めて聞いた 1.5 分、1分半です、ってことかな、確か 2.5 期生と、そう、3期生とイケちゃんのソロ曲、うん、がカップインだから、これで今回のシングルの収録で、うん、あの全期別が期別曲を持ったということで、すごい、なんか3期生のタイトルめっちゃ気になるくない、なんだっけ、ユータイリだと悲しばしばりどんな曲っていうすごいね、だって3期生初めてのオリジナル楽曲です、うん、それでは聴いてください、ユータイリだと悲しばりってことでしょなんか、ね、気になると思って、ね、曲名すごいよね、これはちょっと早く聴きたいですね、全部、うん、全タイプ気になる、で話してる間にもね、うん、みんないいねしてくれてますか、ね、ぜひぜひしすぎて消さないようにね、一回でいいよ、一回か3回か、そうね、消すだけ押していいよ3回無駄に押しとる、一回消してよあと30秒お願い、ね、欲しい、欲しい、かわいいのこれこれ欲しい、お願い、欲しい、これゲットしたらリハ期間全部これ着るわかる、これリハ着に乗せて3色あったら洗濯でいける楽しい5 4 3 8 7 4 3 2 1 終了、はい、それでは、はい、なんもないです、なにそれでは、はい、計測、はい、していただきましたでしょうか、まだならちょっとお話ししたいことがまだあるの言っていいですか、では計測の時間を利用して11月3日の竹野由美の子卒業コンサートの詳細を葵ちゃんから伝えてもらいたいと思います、はい、竹野由美子卒業コンサートが11月3日金曜日に広島グリーンアリーナにて行われます、うん、1部は14時から2部は18時からとなっています、はい、チケットの一般販売は10月28日土曜日の10時から朝10時から各プレイガイドにてスタートしますので、詳しくは公式特設サイトをご確認ください、お願いします、8日後ですね、8日後に始まります、はい、さあ計測はどうでしょうか、まだですね、まだちょっと、じゃあね、卒業コンサート言える範囲でなんかちょっと、うん、ありますか、そうだな、見る範囲のちょっとしたネタバレみたいな、うん、でも、うん、やっぱユミリンの卒コンだから、うん、こうユミリンももちろん、ね、ユミリンの思い入れのある楽曲もしかないんだけど、うんうん、でも私たちもやっぱ思い入れのある楽曲がいっぱいあるから、うん、ユミリンとの、うん、だからそういうのをたくさん披露できるのがすごい嬉しいので、うん、やっぱ1期生として
こうたくさんユミリンを最後まで近くで見守れたらなって思います、うんうん、だって思い出深い曲もあれば、うん、それやりたかったみたいな、うん、楽曲もあるんですよ。そう、これはね、ちょっと、ね、私たち一期生が同期だけど、うん、全期別としか、うん、またなんか期別というか、まあ、みんなで作るコンサートなので、うん、ぜひ皆さん、ね、はい、詳細をお待ちいただけると嬉しいです、うん、では計測結果が出たようです。おそれではドン、石田みなみが1つ目の投稿が243、2つ目の投稿が245、岩田ひなちゃんが1つ目の投稿が232、2つ目の投稿が218、そして兵頭葵ちゃんが1つ目の投稿が181、2つ目の投稿が232ということで、私石田みなみの2つ目の投稿の245が1位です。やったー、涙涙。いやでも今日接戦、めっちゃ接戦。葵ちゃんの場合は、うん、投稿が全部ねちょっとずつ時間が、ね、遅かった。これまた早く投稿したもん勝ちでした、ね、私どっちも一番に投稿してたので、ね、それがでかかったかもしれない。でかい。でもね、みんなの熱い思いは絶対全員に届いたはずでございます、うん、はい、はい、ということで私石田みなみがゲットということで決まったところなんですけど、はい、そろそろお別れの時間がやってきました。早いね。早いね。あっという間だった、うん、ここで最後に一つ皆さんにお知らせがあります。はい、いい、これいいですか。はい、いいですか。いきますよ。はい、11月3日の滝野由美子卒業コンサートの配信がショールームさんにて決定しました。イエーイ。はい、当日のみゲットできるアバターが出現したり購入特典もあるので卒コン後も楽しめる仕様となっています。こちらの配信でも卒コン T シャツを着て一緒にコンサートを楽しみましょう。本日の配信、盛りだくさんの内容でお送りしてきましたが、ご覧の皆さん、いかがでございましたでしょうか。めっちゃ敬語だった。めっちゃ敬語だった。本日は最後まで私たちのこのわちゃわちゃにお付き合いいただき、本当にありがとうございました。それ、はい、まだでしたね。お、まだ続けていいんですか。住みようと思ったら止められた。あ、この後、あ、そのライブの配信、ね、ショールーム配信については、うん、20時半からホームページをチェックだそうです。よろしくお願いします。はい、ここにいる皆様と11月3日私たちのデザインした T シャツや由美子のデザインした T シャツを着て、うん、広島グリーンアリーナで会えることを楽しみに待っています。それでは皆さん11月3日にまた会いましょう。さようなら。バイバイ。会いましょう。確定しちゃった。待ってます。待ってます。